戸戸ヶ崎本州最東端の石踏みと東大戸戸ヶ崎は岩手県宮古市にある本州最東端の岬である。岬という語から通常連想される尖った地形ではなく緩やかな曲線の海岸地形である。岬には戸戸ヶ崎東大があり背後には標高464.3メートルの山がある。この地域を含む岩手県の海岸線一帯は 三陸復興国立公園に指定されている。車道は開通しておらず、通常は姉基地キャンプ場付近から陸中海岸自然歩道を3 8トル、約1時間歩いて到達する。付近の岩磯には土線でやってきた釣り人も多い。戸戸ヶ崎灯台は1902年3月1日に初点灯した戸戸ヶ崎に位置する灯台。戸戸ヶ崎大根照射灯が付属する。 戸戸ヶ崎の先について、地元では昔から土辺の先を使っているとの訴えがあり、国道45号にある案内標識などは設置当初先だったものが先に直されている。しかし国土地理院の地図上では修正されていない。宮古市では地名は国土地理院に従って、戸戸ヶ崎東大の名前は海上保安庁に従って、 戸戸が先灯台で統一しているようである。灯台の名前は、観音崎灯台、知り屋崎灯台、大王崎灯台など土辺の先のものがほとんど。漢字の意味としては、先は地形を表すため、その周辺地域の地名として、住所などに使用されることが多く、一方の先は地点を表すため、三やそこに立つ灯台などの名前として使用されることが多い。 ありがとうございます。